ステップをキャンセルすることで素早い移動や多彩な技を繰り出すことができるステステ。今回のレバテク上達講座はステステを中心としたテクニックの数々を3人のトッププレイヤーたちがレクチャー。三島の花レバテク上達講座。三島っていうデビルジーンとかカズヤっていうキャラクターは強力な攻撃がこの風神ステップから出るものがほとんどなんで、あとはそのダッシュであまり遠い相手を追いかけてると途中でタックルみたいな技になっちゃうんです。これで追いかけるとそういうことがないので、で相手が下がってる場合にこの風神ステップから技を出しても届かないので、これをこのステップで相手と距離を詰めてから出すとこういう風に技がヒットする距離になる。僕多分一番みんなが持ってるようなレバーの持ち方、オーソドックスなかぶせなんで参考になる部分が多いんじゃないかと思うんですけど、まずしっかりと手を胴体に固定することですね。ここがグラグラしてしまうと思った方向にレバーが入らないという事態が生じてしまうので、必ず手首を固定する。で 2P 側に関してなんですけども、必ず指先のみで操作するような、つまり手首を振るよりは指先を振った方が早く動くんで、それで弾く感じですね。ニュートラルはレバーを弾く感じで入れて、まずはその反復の練習をしていくとどんどん速くなっていく。そうですね、僕はゼクス持ちと一部で呼ばれている非常に特殊な持ち方で、普通のかぶせはこうなんですが、小指を完全に挟みます。なぜ小指を挟むかというと、支点にするような形で固定のためですね。この小指を挟むことによって、手が安定してステップが出しやすくなると。実際のステップの方法なんですが、主に親指でレバーを前に入れて、残りの3本の指で他の操作をするような形ですね。でこの持ち方をやっていると欠点が一つあって、小指に負担がかかってですね、この小指のここにタコができてしまう可能性があります。なので最初はこの小指の箇所がですね痛くて腫れたりするようなこともあると思いますので、もし真似する方がいたら注意してください。持ち方は 2P 側の場合だと手で胴体に添えて親指と中指を使って指先で動かす感じでやってます。こう親指と中指で指先でずっと入れるって感じでやってます。 1P 側はこうで固定して中指と人差し指の付け根をかぶせて手首で動かすような感じでやってます。中指で前入れて人差し指で下と斜めを入れるような感じです。ここで前入れて下斜めという感じでやってます。これを速くすると風神ステップをこの前でキャンセルするのがステップのまず第一歩なんですが、こうですね、できない人は大体ここまで行ってない人が非常に多くて、こうなってしまう感じですね。なので前でキャンセルっていうのを確実に心がける。あとはこの最速風神拳っていう技がありますが、これを連続で入力するような感覚、これが、コツですね。普通のステップはこの前でキャンセルするんですけど、これだとどんどん前に進んでいってしまって相手の攻撃を受ける危険が高いんですね。前のキャンセル、それに対してこの後ろで風神ステップを後ろでキャンセルする場合、これ相手との距離があまり近づかないので別の威嚇の仕方として使います。あとは、前の縦のステップではなくて横へのステップ、ちょっとワンピンについてですね。
あとはいろんなバックステップやその風神ステップを横や前で、キャンセルを組み合わせて符号することによって、まあ、円を描くような、この風神ステップを後ろで、さっき紹介した後ろでキャンセルするタイミングですねによって、立ち阻止の技を出せるようにするというテクニックがあって、そうするとこういった形で風神ステップからスムーズにこの立ち途中の、浮かせ技ですね、これが出る。これが、もう一つの風神ステップからの主力技の奈落払い、これの対になる選択肢なんで、これで相手を、しゃがみから立ちに、変えることができる。捨て捨てっていうのはやっぱり結局は直線的な動きなんで、読まれると相手に攻撃を食らってしまう。このステップしてる間は無防備なんですね。一見その相手にプレッシャーを与えてるんですけど、相手がそのプレッシャーを感じないような人だと攻撃を食らってしまうと。で、読まれるとこういう風に浮かされてしまう。で、それを避けるために、後ろキャンセルで途中で止めることによって相手の反撃や、まあ、置いてる技ですねを透かして攻撃を逆にヒットさせることができる。日々たゆまぬ努力、それこそが上達への近道。レバテクを極め、さらなる高みを目指せ。